Thank you.
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はフォラストパレード、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はムーンライトコマンド、先頭を捉えるか。高輪和治まだ後ろ、懸命に前を追っています。フォラストパレード先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。シャンゼリゼ、ビジオンデタ追いすがります。シャンゼリゼ、シャンゼリゼ1着、2着にはどうやらビジオンデタ、勝ったのはシャンゼリゼ、見事な勝利です。
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ドクター D も好スタート。肩のドライバー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく肩のドライバー行きました。続いて前へ行くのはドクター D の、さらには肩のラモーヌ、6番アインシュタイン、その後ろナショナルグルーヴ、後方に控えました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から、先頭は肩のラモーヌ、短期の逃げに持ち込みたいところ。その外にアインシュタイン、その隣にドクター D の、内からはグールバード、その外から肩のドライバー、内からはウィナーズパーフェクト、さらにはノーブルジョイ、その後ろにシアトルガード、さらにはゴールドトゥルース、並んで10番スリーエンプレス、スパイヴィンテージ、そのうちに続いています。その隣にサファリサンダース、リバパタカ、すぐ後ろしんがりからナショナルグルーヴ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。ここで肩のドライバー先頭に変わりました。肩のドライバー後続を引き離します。クールバードほとんど差がありません。3番手に肩のラモーヌ、絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。肩のドライバー先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はドクター D の、先頭を捉えるか。ドクター D の頑張る。さあ先頭に立ったのはドクター D の、残り 200m、 先頭はドクター D の、残り 100m、 ドクター D の先頭、2番手はカカノラモーヌ、ドクター D の1着、ドクター D の1着、2着にはどうやらリバパタカ、勝ったのはドクター D の、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はボスターハイネス、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は鷹の林柄、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。ボスターハイネス先頭、あと 200m、 ボスターハイネス先頭だ。残り 100m、 鷹の林柄先頭、ブロードストリート追いすがります。先頭は鷹の林柄、1着でゴール。鷹の林柄1着、2着にはどうやらブロードストリート、鷹の林柄見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。